やっほーさやです。今回も雑談動画を撮っていこうと思います。と言っても、まあ、今回はちょっと、あの、1時間やるとか、あの、時間決めずに、あの、やりたい、話したいだけ、あの、話して終わろうかなと思います。<laughs> ということで、また今回もよろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしてます。よろしくお願いします。でね、そう、あの、 コメント返しとかもしたいので、パソコンをつけて。うん。あとね、あの、トゥバミュージアムで買ったこのね、アクスタを組み立てたい。そう、これを組み立てたかった。で、今日のお供は、ファミマ限定、限定なのかなファミマルっていうやつのロイヤルミルクティー。 これをお供に、<laughs> やっていきます。まず、ちょっと喉を潤して。乾杯 <laughs> はあ美味しいもうさ、ロイヤルミルクティーって書かれるとさ、ついつい買っちゃうんだよね。<laughs> もうミルクティー大好きだから、 そう。でね、これを組み立てよう。いや、これさ、あの、ま、あ開封動画、の、たくさんの方に見てもらえて、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。<laughs> これね、でかいんだよ。私の顔と比べて。<laughs> 私の顔がどんくらいかわかんないよね。えっとね、定規がないんだよな。あ、まあ、向こうにはあるけど、ここ。 ここにはあるけど。だいたい15センチぐらいかな。だからね、でかいんですよ、白下にしては。そう。だからね、これをこう、組み立ててって。そう、だから40がさ、4個あるから、<laughs> マジでどうしよう。売ろうかな。 二個ぐらい。だってさ、さすがに、ああ。さすがに四個はちょっと飾りきれなくない <laughs> って思ってるんだけど。でも、いや、でも売るのもったいないよな。ほ。お、これでいいか。いやー、これさー、かわいいんだよ。 40、ピントが合わないけど。で、えーと、ボムギュ。いや、やっぱさ、アクスタでかければでかいほどいいよね。<laughs> いや、マジで。お もう毎回さ、クスタ折っちゃわないか。緊張する。でも、ちゃんと入れないとさ、すぐ、取れたりしちゃうから。うん。いや、これさ、今日さ、あの、ちょっと、高めの三脚で撮ってるから、お見せできないな。こんな感じ。<laughs> で、次、鑑定。いや、この鑑定かっこいいんだよ。ちょっと待って、今出すね。ていうからさ、今回のとこのツバミュージアムのさ、アクスタめちゃくちゃいいよな。ビジュアルやばい。いや、それでさ、あの、ツバカフェに行くってお話ししたじゃないですか。 で、ぷ、つバカフェでもアクスタ売ってるんだよね。いや、で、あの、買わないつもりだけど、でもあの、サンプル置いてあるじゃん。あれ見たら買ってしまいそう。<laughs> いや、まあ、5個は買わなくても、2、3個ぐらい <laughs> 買ってしまいそうなんだよな。はい、鑑定。よし、じゃあこれからは、 あの、開封してない。まだ、開けてないやつ。これが主任会かなうん、主任会だ。これは開けますよ。わーいいねこの主任会かわいい。で、あ。 こっちか。これさ、なんでさ、名前のやつ2種類あるんだろうね。謎に豪華 <laughs> 私はね、ちょっとくすんだ、あの、なんかちょっとくすんでる方を飾ってます。 いやでもさ、これ全員揃ったのマジで運いいよな <laughs> まあ40が <laughs> 3つ来たけど <laughs>。いやでも狙ってたスビンと否認会来てくれたから、めっちゃ運いいよなと思って。だって全部40だった可能性もあるでしょ。<laughs> ほ、おいし。 はい、主任かい。やー。いや、ちょっと今、机の上が豪華なことになってる。あー。いいねー。で、これがスビンかなスビン。いやー、スビンかっこいいよ <laughs> もう、スビー。スビーさあ、あの、最近またさあ、あの、ファンサされたことを思い出して、昨日とかね。昨日の夜。なんかもう、ああ、よかったな、マジで。ああ、スビー。<laughs> かっこいいよ。あーなんかさ、本当はさあ、あの、 タペストリー飾ったから、こっち背景にしたいけど、でもね、机の向き的に、やっぱこっちになっちゃうんだよな。これ映ってた方がいいかな。うん。う本当はね、タペストリーいい感じなんだよ。ちょっと映すちょっと待って。ほら。 めっちゃいい感じ。でもこれだと私映んないね。<laughs> ダメだ、やっぱ。ここじゃないと。よし。でさあ、なんか、あ、まあ、これはコメント返しするときに言えばいいか。あの、いろいろ話題、ちょっとは、あの、用意はしているんですけど、 お、お、これで、ビン全員、揃ったぞ。ええ、どうしようかな、これ。<laughs> 飾るとこないんだよな。<laughs> どまあ、後で何とかします。ちょっと、どかせます、一旦。はい、ちょっと一旦退避させました。またね、飾ったら、あの、動画出すので、その時に、あの、お見せしますね。<laughs> いや、喉乾いた。うーん。これ結構美味しいです。ファミマの。ファミマ限定のやつ。よし、じゃあコメント返ししていこうか。っていうか、まあコメントは返してるんですけど。あ、間違えた。 コメントは返してるんですけど、あの、もうちょっとね、詳しくというか、あのー、もうちょっと丁寧に返したいよね。コメント。そう、でもさ、やっぱフォロワーが減ってさ、 もうなんか本当にやる気なくす。<laughs> もうなんでこんな減るのマジで。あ、そう、まずね。あの、初コメ。 してくれてる方がいて、私の動画楽しみにしてますって言ってくれて、特に雑談動画が大好きで毎日見てますって言ってくれてる。いやー嬉しいなー。あはは。サユさん大好きですだって。いや <laughs> 嬉しい <laughs>。私もユノミさん大好きです <laughs>。 っていうかさ、湯飲みってなんか結構定着しつつあって、なんか本当にいいのかなと思ってんだけど。<laughs> 本当に湯飲みでいいんですか皆さん。<laughs> 私適当に言ってるだけだけど、湯飲みって。<laughs> 勝手に、あの、適当に言ってるだけだけど。あ、で、あとは、グッズに囲まれて羨ましいとか、 あそこのディフェスターこれね。この表覧も美しいって。を B って書いてある。ああ、で、ボムギペンなんですけど、あまりの美しさにスビーも購入しました、だって。いや、全員欲しかった。そう、私も全員欲しかったよ、これ。このファイル。でもさ、このファイル意外に高かったんだよね、確か。うん。 あとさ、あのー、あれ、飾る場所がない。もうこの二つしか飾れない。で、コメント返しいつもありがとうございますだって。いや、逆にコメントくださってありがとうございますだよ。もう、そう、コメントくれるから、あのー、私もこうやってね、動画撮ろうっていう気になるし。<laughs> いや、マジでありがたい、コメントくれる方。うん。あ、つばカフェの缶バッジは5.5センチと小さめなことを共有しておきます。だって。じゃあ、こんぐらいこんぐらい。あ、でもさ、去年のさ、つばカフェの缶バッジも小さいよね。ここ。 ここ、このさ、この白いやつ、ここに映ってんだけど、そうそう,もう。結構小さめなんだよね。いや、というか、背景汚すぎない <laughs> うん、うまい。ちょっともうちょっとこっちにしとくか <laughs>。いや、もう物が多いんだよ。私、本当に。 もうね、物が多くて。あ、もうい、もう一件初コメの方がいる。99ラインってことは、40と同い年の方だね。あ、そうだ、あの、私がさ、あの、化粧水と乳液、あの、おすすめ教えてくださいって、 言って、それでおすすめしてくれてるね。無印良品の、あの、化粧水乳液。で、パックなら、と、トリンデントリンデンっていうものかなの水色のパックがおすすめでしたって。そう、あのね、私、無印良品のやつ、肌荒れしちゃって、合わないんだよね、肌に。 そう、私も、あの、推しユーチューバーさんの、ネギマさんっていう方がね、無印の、あの、やつ使ってて、だから私も使ってみたんだけど、あの、すごい荒れちゃって、だから、やめた。<laughs> そう。で、パックも、なんかね、あの、どっかの美容部員さんに聞いたんだけど、パックってアルコールが入ってるんだって、 だから、あの、私ね、アルコールダメなんだよ。アルコール入ってるやつでやるとすぐ真っ赤になっちゃうから。だから、アルコールフリーのじゃないといけないんだけど。あ、でも、パックはアルコールフリーだと思いますって書いてあるな。うん。あ、で、次の動画も楽しみにしてます、だって。ああ、ありがとうございます。 そんな楽しい動画を届けられるかわかんないけど <laughs>。いや、もうマジでさ、あの雑談してるだけだからさ <laughs>、これで皆さん楽しいのかなあ、タペストリー飾る場所ないしなと思って買え、買えなかっただって。でもめちゃくちゃ可愛いですねって。うん、いや、 このタペストリー買う価値あると思うよ。マジで。あ、でもさ、多分もう売ってないよね。うん、もう終わっちゃってると思う。私もさ、あの、フレームマグネット、あの、前回、ん前々回開封したやつ。あれさ、40だけ出なくて、なんか追加で買おうかなと思ったけど、もうなかったから、あの、ウィバースショップに。だからもう買えないと思う。うーん。 悲しい。四十だけ。なんか、アクスタは四十三つも出たのにさ、なんで、フレームマグネットは四十だけ来ないのどういうことお、あとは、あの、 結構前の動画なんですけど、あの、トレカ紹介してるやつのに、あの、いつもコメントくださる方がコメントしてくれてて、過去の動画でたどり着きました、だって。で、東京ドームからモアになった初心者さんなんだ。へえ。あ、なんかこの方確かエンジンって言ってたなだか、ら元々エナプーが好きだったのかな うん。あ、頭痛大丈夫ですかだって。無理せず、さゆさんのペースで配信してくださいね。だって。ありがとうございます。頭痛ね、最近ないんだよ。そう。だからね、鎮痛剤飲んでない。待って、何日飲んでないんだろう、もう。えっとね、今日が、ええー、10月4日。え、もう10月4日 <laughs> ええー、マジか。1、1、2、3、4、5。もう5日飲んでない。おー。いや、まだ5日かいって感じだと思う、思われるかもしれないけど、私にしてはすごいと思う。<laughs> だって絶対、まあ、2、3日に1回は絶対飲んでたから、いや、それにしてはすごいと思うな。 そう。だから、グッズね、あ、グッズじゃない。<laughs> グッズと頭痛ってなんか似てない <laughs> 頭痛ね、最近は大丈夫です。今も痛くないし、まあ、夕方どうなるかわかんないけど、今日ちょっと天気悪いから、どうなるかわかんないけど、でも飲んでないです、最近。うあ、ー。<laughs> もう、それが嬉しい。 あ、で、四巡 T シャツ可愛いんですね、って。<laughs> ありがとうございます。あれ、沖縄で、沖縄の国際通りで作ったやつ。あれね、<laughs> あれ可愛いんだよ。で、自分でも気に入ってる。<laughs> なんかこ、ここ痒いな、なんか。なんだろう虫刺されかなニキビなんかめっちゃ痒い、ここ。あ、痛い。 あ、書きすぎて痛い。やば。やばい。で、グッズ収納もいつも参考にさせてもらってます。だって。ありがとうございます。いや、私はね、あの、ネギマさんのグッズ収納を真似してるんだよ。<laughs> だからね、あの、ネギマさんの動画見てほしいな。あの、なんかすごい、あの、丁寧に、1時間ぐらいの、 あの、ただ収納するだけ、雑談しながら収納するだけの動画とか、私結構好きで、もうリピートして見てるから。<laughs> だからそれ見てほしいな。うん。あとは、あ、コメント返しすごく嬉しいです。だって、ありがとうございます。 もうさっきも言ったけど、コメントくださるのが、もう本当に嬉しいんだよ。もう本当に。もう、何よりも嬉しいかも、コメントくださるのが。で、気づいたらさやさんの動画を待っています、だって。<laughs> うん、嬉しいなで、ツバカフェで、缶バッチ役下がすごく可愛くて、ついつい手が出てしまいました。 さやさんの誕生日には湯飲み会でコメント盛り上げます。おーいや、もうすぐだよ。もう10月入ったから。もうすぐだよ。10月23日です。<laughs> もう一回言っとく。<laughs> なんかこれ動画毎回言ってそう。<laughs> いや、なんか今日喉乾くな。あ、そう。それでさ、 コメント外出はまた話逸それるんだけど、最近ね、こういうミルクティーとか、あと、あの、ほら、こないだ紹介したアンニウーロンとか、あとね、甘いものを結構食べてて、アイスとか、あとお菓子とか甘いものを食べすぎて、今ね、3キロ太ってんだよね。<laughs> やばい、マジで。<laughs> いや、やばいなと思ってるんだけど、どうしてもお腹空いちゃってっていうか食べたくなっちゃって、もう我慢できない、そう。私さ、頭痛もだけど、我慢できないんだよ、なんか。自制できないの。そう。いや、だからね、あの、夕飯は少なめにしてるんだけど、食べるの。でもな我慢ができない。 <laughs> そう、だから今48前後かな。あ、48までは行ってないけど、でももうほぼ48キロ。もうやばい。カンより、カと9、ん ?9 キログラム ?9 キロしか変わないよ。やばい。えっ、ー、ていうかカンが痩せすぎなんだよ。マジで。 もう、<laughs> やばいよいやでもね、さすがに4 8キロまではいかないように頑張るけど、でも今日もこれ飲んでるからね。<laughs> いやー。なんかさ、痩せなきゃなーって言いつつ、こういうの飲んでるのってやばくない <laughs> なんかもう、痩せる気ないだろ、お前、みたいな <laughs>。そう。あ、でね、あの、その、開封動画あのさ、視聴回数1500回突破して、なんか、雑談動画、ま、あ開封動画も合わせてるからかもしれないけど、 雑談動画にしては結構伸びててびっくりしてる。<laughs> そのありにフォロワー増えないんだけどなんでなぁ。<laughs> むしろ減ってるっていうなんか。なんかさ、昔さ、プラマイゼロむしろ前とかっていう芸人さんいたよね。<laughs> なんだっけなんて人たちだったか忘れちゃったけど。あ、で、 アクスタ全員揃ってよかったですね、とか。タペスリやフレームマグネットもすごくいいですね、ってで。欲しくなってきちゃいます。ああ、この方はね、確かなんか、北の方に住んでて、ライブ行けないって言ってた方なんだよな。そう、京セラね。うん、行きたいけど、当たるかなー だってさ、全国から来るわけでしょ、京セラに。ほら、こ、この間はさ、5都市でやったから、分散されたじゃん。でも今回は京セラだけだからさ、京セラにみんな集まるわけでしょ。<laughs> いやー。しかもさ、どうやって行くって話なんだよね。こう、名古屋の方に下ってって行くか、 それか、上の福井の方からこう、上回っていくか、なんだよね。あの、長野から行くってなったら。それか、もう東京まで出て、東京から東海道新幹線って乗っていくか。まあ、それはね、高いし時間もかかるから、ちょっと現実的じゃないなとは思うんだけど。でもまあ、その方が楽っちゃ楽なんだけどね。うーん。 いやー、どうしよう。<laughs> あ、で、AKB、そう、AKB 最近聞いてて、私。で、この方も AKB たま、結構好きで、聞いてますよ、だって。で、ともちん推し。うん。ともちん可愛いよね。てかもうみんな可愛いんだよ、AKB。あの、前世紀の頃の AK B、AKB。 今は知らない。今は追ってないから、知らないんだけど。あの、前世紀の頃ね。あ、で、まゆゆは、そう、私、まゆい推しなんですけど、まゆゆは清楚でまさにアイドルという感じで可愛かったですね。だって。嬉しいなーうん。あ、で、カラも好きで、あ、同じニコル推し。おー。ニコルいいよねー。 あ、それで、ね、サイさんは東京で一人暮らししていたとき、どんなお仕事をされてたんですかだって。そう、だからね、これを言おうと思ってたんだよ。この仕事について。過去の仕事について。私ね、結構、あの、転職繰り返してて、っていうのも、あの、派遣社員だったんですよ。だから、3年しか入れなくて、同じところに。 だから、あの、結構転職してるんですけど、まあ、まずは、あの、大学卒業してか、卒業してすぐは、あの、文京区にある森大貝記念館っていうところで働いてました。いや、私ね、あの、大学で学芸員のしごあの、資格取ったんですよ。学芸員ってわかる あの、英語で言うとキュレーターって言うんだけど、あの、研究員っていう意味で、あの、博物館の、あの、研究者だよね。だから、あの、そうそうそう。博物館で働いてる人。働いてる人っていうか、あの、まあ、キュレーター、なんて言えばいいんだろう。<laughs> あの、研究者の人を学芸員って言うんだけど、それの資格持ってて、それ国家資格なんだけど、 あの、資格持ってて、それで、なんかその資格活かせるような博物館とかで働きたいなと思って、で、森用外記念館で働いてたんですけど、私ね、近代文学好きじゃないんですよ <laughs>。じゃあなんで働いたんだよって感じだけど、まあそこしかなくて、募集が。だから仕方なく森用外の、 記念館で働いてたんだけど、やっぱね、どうしても興味ないから、つまんなくて、あとね、人が全、あの、お客さんが全然来ないから、すんごい暇だったんですよ。そう。だからね、やめた、すぐ。一 <laughs> 年ぐらいでやめた。<laughs> で、その次が、あの、今度は博物館関係で、 博物館って、あの、指定管理っていう制度があって、あの、ぶ、ま、あ例えば森大貝記念館だったら、あの、文京区立森大貝記念館っていう名前で、文京区の建物なんですよ。文京区が運営してる建物なんだけど、でもそれを、その運営を、あの、 一般の、一般企業に委託するっていう制度があって、それをやってる、あの、会社に入りました。あの、契約社員でね。言ってる意味わかる <laughs> だから、本当は、あの、文京区のもの、文京区の建物だけど、運営は一般の会社がやってるっていう、受託して、 運営あえっと、えっと、一般の企業が運営してるっていう、あの、制度があってあの、指定管理者制度っていうんですけど、それをメインの事業にしてる会社に入社したんですよね。それで最初は営業として働いてました。最初営業として働いてたんですけど、私が営業に向いてないっていうことで、今度は企画制作っていう、あの、 企画書を書く部署に異動になって、うん。だから、あの、その、だから、あれじゃん、あの、区のものだから、あの、ね、3年とか5年に1回、あの、公募するんですよ。あの、指定管理者を募集するんですよね。で、それの企画書を書く仕事をしてて、うん。 だからなんか私たちはこういう事業に取り組んで、こういうことやって、こういうことやって、みたいな、あの企画書を書く仕事をしてて、なんか難しいんだよね、説明が <laughs>。いや、なんかさ、理解してる側は、あの、わかるんだけど、知らない、全く知らない人に説明するのが、なんか大変なんだよな、なんか <laughs>。なんて言ったらわかりやすいんだろう。 うーんまあ、そんなような感じの仕事をしてて。だから、まあ、企画書だよね。うん、企画書を書いてた。で、そこは、えっと、3年弱ぐらいかな、いたの。で、それからは、派遣社員として、なんかね、私、学校事務がすごい気になってて、なんか、学校事務やりたいなと思って、それで転職して、あの、派遣社員として、まずは、あの、専門学校、 外国語専門学校に、あの、入社したんですよね。派遣としてね。派遣として入社して、私はあの、マイナビの派遣社員でした。うん。で、マイナビの派遣社員で、それで専門学校で、あの、窓口あの、学生の窓口あるじゃないですか。あの、事務所あそこで働いてました。 うん、だから学生対応とか、あと出血管理とか、あとテストの印刷とか、なんか、プリントとか、なんかそんなようなことやってた、うんうん。で、そこは2年ちょっとかな。で、契約終了になったから、また今度は別の、で、別の今度は、医科大学、 あの、医科大学ね、医学生が通う医科大学に入社して、そこでは、そこでもね、また難しいんだよな、あの、あの、IR って言って、あの、なんて言えばいいんだろうな、あの、あの、ほら、学生数とか、あと、あー、あー待って、なんて言えばいいんだろう。 ちょっと待って、IR センターって出てくるかななんか違う意味でも使われるからさ。うーんとねー。 あだからアンケートとか、あの学生アンケートとか、あのー、そうそうそう、学生アンケートとか、あと卒業生がどういう進路を行ったかとか、そういうなんか情報を集めてデータ化して、それで私たちの大学はこんなようなことをや、こんなような実績がありますっていう、 のを、あのー、やる部署だったんですよね。わ <laughs> かるかなこの説明で <laughs>。いや、私さ、説明下手だし、しかも、やってる内容が複雑だから、あのー、<laughs> だからまあ、あのー、簡単に言うと、あのー、ほら、よくさ、授業のアンケートとかあるじゃん。あのー、なんかこう、まあ、 この授業どうでしたかみたいので、良かった悪かったみたいな。どっちでもないみたいな。そんなような、や、アンケートとか、あと卒業生に対して、とか、あと新入生に対してとか、あの、アンケートね。アンケート取って、それを、あの、エクセルとかで入力してデータ化して、で、あの、一冊にまとめるっていう仕事をしてました。あと、会計担当もやってた。 うん。会計処理もや、やってましたね。うん。で、えっ、ー、と、それで、そこが3年で、で、派遣って3年までしか入れないから、で、契約終了になって、で、その次が最後なんですけど、東京に住んでて最後が、あの、ほら、あのー、東京の新宿にさ、国運タウンって、国運タワーってあるじゃん、あのー、あれ、あれだよ。 あのー、あー、待って、出てこない。あの、あれ、ほらー、ちょっと待って、国運タウンね。あ、国運タウンじゃない、国運タワー。あ、モード学園、そうそうそう。 モード学園とかが入ってる国運タワーで働いてました。<laughs> 国運タワーの中にある東京通信大学っていうところで働いてました。で、そこでは、あの、学生対応だよね。あの、通信大学だから、あの、授業もオンラインなんですよ。で、あの、それで、あの、オンラインだからどうしてもさ、不具合とか出てくるじゃん。だからそれに対して、あの、学生が、 あの、問い合わせをしてくるから、それに対して、じゃあこういう風にしてくださいみたいな、あの、回答をする、あの、部署にいました。うん。<laughs> もうこれもだからさ、なんか説明は難しいんだよな。そう。あとなんか授業、あの、通、通信、あの、オンラインの授業だから、なんかそれの、あの、登録とか、 なんかね、ま、あそんなようなことをやってた。もう、これもさ、2、3年前の記憶だからさ、私もなんかあんまり覚えてないんだけど。<laughs> で、しかもそこ半年しかいなかったし。いや、そこでちょっとう、うつ病が、あの、ひどくなっちゃって、それで半年でやめちゃったんですよね。うん。ま、あそこさ、時給めっちゃ良かったんだけど、 うん、時給めっちゃ良かったし、しかも新宿だったから、私ね、あの、一人暮らししてた時、下落合っていうあの、高田の馬場の一つ、あの、一駅しか離れてないとこに住んでたから、めっちゃ立地が良くて、だから新宿まで二駅だったんですよ。<laughs> そう、なんかね、そんなね、めちゃくちゃ立地がいいところに住んでたから、だから、あのー、よかったんだよね、そう。じゃあ、コメント返しに戻りますね。うーんと、あ、 またまた長尺動画出してくれて嬉しいです。だって、楽しく見させていただきました。応援ありがとうございます。で、私も40ペンなので、さゆさんの、強運地引き率を羨ましすぎます <laughs>。40ね。悪スタ3つも来たっていうね <laughs>。いや、でもさ、このフレームマグネット出なかったのがちょっとなぁ。 40、もう。<laughs> あ、で、ランダムの被ったものってどうしてますかそう、これもね、言いたかったんだけど、私基本放置してます。<laughs> いや、あの、中身が見えるように、あの、透明の袋に入れ替えて、それで放置してます。な <laughs> んからね、特に売ったりはしてないかな。 なんかね、一時期売ってたんだけど、なんか全然売れないから、もうやめた。<laughs> だからね、まあ、基本放置です。うん。だからまあ、あれかなセールの時に引っ張り出して、あの、飾るぐらいかな。うん。だから、あ、でもな、今回の40のアクスタは売ろうかな。 だって4個あるから、まあ2個は必要だから、必要というか、あったあってもいいから、残りの2個、ちょっと売ろうか迷うなぁ。で、これだったら売れそうだしね、40だから。40だったら売れそうだしなぁ。うん。 あで、私は整理整頓が苦手で適当に引き出しに放り込んでしまっていて。いや、私もそうですよ。<laughs> いや、私も基本そう。<laughs> で、たまに掃除スイッチが入って、あの、整理整頓し始めるんだけど、でもそれまでは基本放置です。うん。あ、サさんの誕生日絶対におめでとうコメントしますね、だって。ああ、嬉しい。 あ、で、この方も、10月26日が誕生日。わおめでとう。<laughs> いや、近いね。なんかさ、あの、私の友達もそうなんだけど、で、あと、私の友達が25日。で、この方が26日。で、私のおじいちゃんが27なんですよ。<laughs> すごい、なんか連続してる。<laughs> みんな、なんかさ、ここら辺の誕生日の人多い気がする。なんか私さ、学生の頃さ10、10月23日で同じ誕生日の子結構いたんだよね。なんだろ、う多いのかなそこら辺の時。あ、で、この方は大阪済みなんだね。おー、いいなーアンコン2日応募しました。おー。さやさんも私も当選しますように。いやーもう本当に、もうみんな当選して、 湯飲み、湯飲みの子たちを、いける子たちね。湯飲みのいける子たち。もう本当に当然、もうマジで頼む。一日でもいいから、一日でもいいから頼む、当ててくれ。あ、で、頭痛なんですが、この方も変頭痛持ちで薬飲んでしまっています。うん。で、一日二回くらいは大丈夫とお医者さんに言われたので、禁止で飲んでいます。 うん。一日二回、そっか。私でもひどい時さ、一日三回飲んでんだよね。いや、まあ、あの、薬、っていうかね、あれなんだよ、このイブ、私イブ飲んでるんですけど、イブがね、あの、月に10日しか飲んじゃいけないのに、もう月に20日ぐらい飲んでるから、 もうこれももう何度も話してることなんだけど、ごめんなさい、しつこいかもしれないけど、いや、本当にね、やばいっていうことを、あの、伝えたい。<laughs> でも、ここ5日ぐらい、あの、全然飲んでないから、うん、なんか最近調子いい。<laughs> うん、だからなんか心配してくださってる方、本当にありがとうございます。最近調子いいです。うん。なんとか仕事にも、仕事もなんとかこなしてるし、 うん。あと、頭痛ないから、鎮痛剤も飲んでないし。うん。だから、あの、最近は元気です。割と。<laughs> ありがとうございます。うん,うん。で、お医者さんによっても考え方が違うようだけど、我慢する方が良くないと言われて。うん、まあ、そうだよね。我慢するの良くないよね。いや、私もさ、そっち派の考えなんだよ。 痛いの我慢するより薬飲んだ方が良くないっていう考え方なんだけど、私以外の家族はもう我慢しろって言うんだよね。なだから、そこがね、考え方の違いなんだよね。私と、あの、親と、親っていうか家族と。うん。だってさ、我慢したって何にもなんないじゃん。 <laughs> まあ、あの、私みたいに、あの、用法用量守らずに飲むのはいけないことなんだけど、あそう、それはね、いけないことだけど、でもさ、用法用量守ってれば、別に飲んでよくないと思うんだよね。うーん。あ、でまた、長尺動画楽しみに待ってますね。おー、今日あげますね。<laughs> で、あ、登落動画や蕎麦カフェのブログも見たいです。おー。 騰落動画ね。あ、どうなってるかなちょっと、情緒不安定になってるかも。やばい、なんかまた、そろそろ情緒不安定になるかも。だって今日4日だもんね。えー、だからあと1週間後ぐらいには、到落発表になるのか。わ、やばいなー。ちょっと情緒不安定になりそう、また。<laughs> で、ツばカフェの Vlog ね。うん、撮ります。あのー、 視聴者さんと一緒に行くから、動画いっぱい撮れるんじゃないかなって思ってるんだけど。うん。で、あと他の方なんだけど、あ、この方があれだ、あの、ツバカフェ一緒に行く方。あ、オーラス見てないので、私が、さやさんが絶賛するかいちゃん見たかったです。そう、あのね、フニ会がね、すごい良かったっていう話をしたんだよね。 あの、オーラスで、そう。主任会がね、めちゃくちゃかっこよくて、そう、それ見て欲しかったな、この、主任会ペンの方。うーん。そう、主任会ってさ、あの、なんか、普段のテンション高い時と、あとステージに上がった時の爆弾のギャップがすごいよね。ていうか、つばちゃんって全員そうだと思うんだけど、 ギャップがなんかめちゃくちゃいいよね。うーん。やばいなぁ。<laughs> あ、アンコンは日曜だけ申し込みました。うーん。で、当選したら湯飲み会参加したいです。だって。湯飲み会やろうね。と言ってもさ、私、母、母親と行くから、だから水 <laughs> 母親は水 <laughs> 水参加だけどいいのかな <laughs> 水も参加することになるけど <laughs>。いや、でもちょっと水がいるとちょっと気まずいなうーん。あ、で、ミュージアムのグッズ開封楽しかったです。タペストリー可愛いだって。ああ、ありがとうございます。いや、タペストリーはマジで買った方がいいと思うけど、もう終わっちゃったんだよね。そうなんだよ。まぁ、あ、まだ売ってればよかったんだけどさ いや、まだ売ってれば私全員分買ってよ、多分。<laughs> はぁ。いや、でももう売ってないからさ鳥羽ミュージアムの。で、えー、っと。あ、サイさんのボブヘアが似合ってて好きですだって。えぇ、ー、嬉しい。ボブヘアって、あれ、今の。 今の方かなそれともあれかなプリクラで見せた方かなどっちなんかボブ、ボブって私さ、今ボブなんかなボブではないかこの長さ。じゃあ,あれかなプリクラの方かな <laughs> いやー。嬉しいなー。で、あ、この方もいつもコメントくれる方。長尺動画楽しかったです。ありがとうございます。 お母さんがつ水つぼりました。<laughs> 水ね。だってさ、左右の上位互換ってもう水しかなくない <laughs> ミネラルウォーター <laughs> ミネラルウォーターにする <laughs> 水だとあれだから。<laughs> で、アクスタコンポおめでとうお。ありがとうございます。幸せそうに開封している姿に私も幸せな気持ちになります。ああ、嬉しい。 やったー。<laughs> で、さゆさん誕生日も認知しました。おー。当日動画も楽しみです。おー。<laughs> 嬉しいなあ、つばカフェはぼっちで行きましたが、隣の席の大学生の子がスピンペンで色々ろ話聞けて楽しかったです。だって。わ、いいなスピンペンさんと喋りたい。 ていうかさ、スビンペンさん全然見かけないんだけど、なんか4ペンはめっちゃいるんだけど、スビンペンさんがね、いないんだよななかなか。うん。うん、コメント、これぐらいかな。まだ返してなかったのは。まあ、ああの、返信はしてるんだけど、あの、口頭で、あの、返事してなかったのはこんぐらいかな。 いやー、たくさんコメントありがとうございます。こうやって見ると本当たくさんコメントいただけてるな。めちゃくちゃ嬉しい。だってもう、48分だよ。<laughs> やばいコメント返しだけでこんなに撮ってる。あ、でね、他に喋りたかったのが、あの、喋りにさ、喋りセブンにさ、あの00、007? ん喋り しゃべくりにさ、あの、アストラのチャウナが出てたらしいですね。そう、私さ、あれ見ようと思ってさ、あの、アラーム設定したはずなんだけど、アラームが仕事しなくて、見れなかったんだよそう、チャウナ見たかったのに。いやでさ、あの、画像検索したら、あの、有田哲平と、 あの、ちゃうのが並んでる写真があって、もう顔のサイズが、顔のサイズが違う <laughs>。いやー <laughs>、あれ面白かったな <laughs>。同じ人間でこんなに違うんだっていう <laughs>。面白いわ <laughs> いやー、ちゃうの見たかったなー。 もうなんでアラーム設定したはずなのに、見れなんかアラーム働いてくんなかったんだろう。<laughs> もう、なんかさ、この携帯さ、肝心な時にやってくんないんだよね、この携帯。この、お前だよ、お前。も <laughs> う<おー>、<laughs> いやー、そんな感じちゃうの見たかったんだよね。そうアストロ まあ私知らないんだけど、でもチャウヌだけは知ってて、でなんかあれだよね、アストロのメンバー一人自殺しちゃったっていうのは知ってて、うん。それで、それぐらいかな知ってるのは。うん。で、あとチャウヌが爆イケっていう <laughs>。いやー、見たかったなー、チャウヌー。うん。 あとはね、あ、そう。あと私、電動自転車、の、父親に買ってもらったんだけど、13万するやつ。それね、もうあの、おばあちゃんちので、バイトしてる、バイト代が、もう結構溜まってきたから、返せるなと思って、返そうと思ったのね。だから、これ13万です。お受け取りください。みたいな感じで、渡したんだけど、 いや、もう、いいから貯金しろって言われて <laughs>。そう。まあ、これ結構前の話なんだけど、最近じゃなくて、結構前の話なんだけど、先々月ぐらいかな。あの、あの、8月、8月か7月ぐらいの話なんだけど、そう、だから返金されました <laughs>。そう。いや、なんかせっかく返そうと思ったのにさ <laughs>。 受け取り拒否された。いや、でもまあありがたいよなだってさ、強制だってさ、100万出してもらってるし、それで、電動自転車だ、13万。いやーちょっと、なんかほんとありがたいよなだからほんとに甘やかされてるよね。いや、そうだと思う、本当に。だってさ、私の友達とかはさ、やっぱ、 あの、親に借りて、一時的に借りて、で、それを返済してるって言ってたから、だから私も、あやっぱ返さなきゃなと思って、あの、これ電動自転車代ですって言って、渡そうと思ったんだけど、そう、でも、それだったら貯金しろって言われたから <laughs>、いやー、だから、本当なんか甘やかされてるよな、と思う <laughs>。 いや、ありがとう、父親。本当に、感謝してます。あと、母親、いつも、ご飯作ってくれて、掃除洗濯してくれて。もうなんか、もう、親には本当一生頭上がらないよな。うーん <laughs>。そう、だからさ、この歳になってもさ、恩返しができてなくて、まずほら、自分の体調をどうにかしないといけないから、 なんかもう自分のことで精一杯で、親になんか返せてないから何も。うん、だからね、そこがちょっと申し訳ないよな。普通だったらさ、私が仕送りする立場じゃん、あの親に。でもな、もうそれが全然できてないから、ちょっとね、申し訳ないな、とは思う。<laughs> うーん。 いや、早く健康になりたいよ、私も。ミルクティーってさ、振った方がいいんだよね。いや、美味しい。いや、だから太るんだよ。<laughs> だから昨日妹にさ、なんか太ったって聞かれて、 あ、まじと思って。<laughs> え、太ってます前に比べて。今こんな感じなんだけど。腕、腕とか。腕とか太ったかなやっぱ。あ、太ってるか。えやばーい。<laughs> えー、もう怖い。いやー。 もうさ、何もしないで痩せることってできないのかな <laughs> だって運動したくないし、食事制限もしたくないし。あ、そうだ、あのお菓子紹介したい。これね、食べかけな、食べかけで、あと、結構前の動画でも紹介してるんだけど、このファミマで売ってる、コクうま醤油マヨ味のポテチ。これめちゃくちゃうまい。 これ、これおすすめ。これ本当におすすめ。これファミマ行ったら買ってみてください。私もこれ何回もリピートして買ってる。うん。これ本当に、<laughs> あの、おすすめです。わあ、なんかすごいいい匂いする。わあ、お腹減ってきた。ちょっとミルクティーで満たそう。<laughs> あー、うめー。なんかさ、ミルクティー飲むとさ、こう、カーってなるよね。<laughs> 私だけ <laughs> いや私さ、ミルクティー飲むとさ、なんかお酒飲んだ感じでカーってなるんだよね。<laughs> いやー。<laughs> いや、でもこれで、話したいこと全部終わった。五56分か。おー。じゃあもう少しだね。 だか結局また1時間取ってんじゃん。<laughs> 今日長尺のつもりじゃなかったんだけどな。<laughs> いや、だからさ、コメント以外にたくさんいただけてたから、だからそれでね、あのー、すごいたくさん、あのコメントいただけてよかった。うん、嬉しいな。でもなんでさ、フォロワー増えないの <laughs> 悲しい。だってさ、もう、どんぐらい増えてないんだろう。だってもうずーっと変わんないもん、あの、チャンネル登録者数。<laughs> もう多分この1、2ヶ月ぐらいずーっと変わってないよ。うーん。 あ、でも微妙に増えてんのか。このアナリティクス見ると。いや、でも減ってんだよなぁ。うーん。なんで減るの <laughs> そんなにつまんない、私の動画。<laughs> なんか、長尺動画上げると減るんだよなぁ。だからまた減ると思う。<laughs> いや、でもあげるっていうね、長尺動画。<laughs> いや、あげますよ。だって、楽しみにしてくださってる方がたくさんいるんだもん。<laughs> コメントでね。めっちゃたくさんいるから、そりゃもうあげたいよね。だってさ、動画楽しみにしてますとか、毎日見てますとか言われるとさ、 やっぱ頑張ろうって思うよね。<laughs> いやー、マジで嬉しい。てか、湯飲みの方さ、もういい方ばっかじゃんね。いや、本当に嬉しいわ。<laughs> てか、あの、マジで湯飲みでいいんですか <laughs> 湯飲みでいいのみんな。<laughs> あの、 私があの適当につけただけだからね、湯飲みって。あの、本当に。だからあの、審議してください、あの、視聴者さんの同士、同士で。あの、湯飲み、湯呑み定着しつつあるけど、本当にそれでいいんですかっていう。<laughs> <おー笑>そうそう。なんか逆にこっちが心配になってくる。本当にそれでいいのかなって。 いやあ、お、もう59分10秒。おもうすぐで1時間ですね。<laughs> いや今回あっという間だった。なんかすごいあっという間に終わっちゃったな <laughs> いやーでもまたね、こうやって長尺動画出せて嬉しいです。また、あの、時間ある時に見てください。うん。じゃあ、そろそろ終わりかな。 わ <laughs> なんか名残惜しいけど、もうちょっと喋りたいけど。で <laughs> ももう話題もないので。じゃあ、長々とお付き合いいただき、本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。